台中精神寺は台湾の台中市南カムロックにあるモスクで、これは台湾で4番目に建設されたモスクにあたる。台中モスクとも呼称される。1949年に国境内戦の終結とともに中国本土から逃れてきた国民政府のムスリムの一部は昇華市の田中鎮に居住していた。彼らはいくつかの家に集まって礼拝を行っていた。 ムスリムが増加すると、それらの家に全員が入ることは不可能になっていき、モスクの必要性が生じた。初代大中精神寺1951年、彼らはモスクを建築するための計画を開始し、サウジアラビア政府も含めた様々なところから資金を調達した。大中精神寺として選ばれたのは、南区のたたた寺にある日本式の家だった。 モスクの面積は130平方メートル。1975年4月、台湾を訪問したサウジアラビアの運輸大臣が、モスクが完全に荒廃しているのを発見した後、新しい場所に対中モスクを設立するために、台湾政府に土地の割り当てを依頼し、中国海峡協会に資金を提供した。財政難により、 新しい対中精神寺の建設計画は1989年5月まで一時的に停止された。その間に現在の雲南省出身のムスリムバーツグムが理事長に就任した。その後、建設計画は1990年8月に再開された。1994年にモスクの建設が完了し、現在まで使用されている対中精神寺が 第南路に完成した。2020年、台中精神寺は内外装の全面改装を行った。6月に工事が完了し、環境保護を目指して屋上にはソーラーパネルが設置された。9月10日には台湾の様々な宗教間の相互理解と協力を推進するために設立された中国宗教と協会の理事や会員116名が台中モスクを訪問した。 モスクでは毎日5回の礼拝が行われている。図書館は一般の人々にイスラム教について広く知ってもらうための活動を主催する際に使用されている。1997年、ミャンマー出身でエジプトのカイロにあるアズハル学院でイスラム法学を学んだ専用部がイマームになった。彼の任務は教務と宣教師活動を行うことで在任中。 彼は4年間で50回以上もの金曜礼拝を行い、その説教の一部を本にして台湾中のモスクへ送った。2003年、サウジアラビアのメディナ大学を卒業した保護連が副会長になった。彼は教務を担当し、若い台湾人ムスリムに休日と週末にはモスクへ来てクルアンとアラビア語を学ぶように進めた。それによって、 台中のムスリムのイスラーム文化への理解は高まったと言われる。台中精神寺の礼拝室1990年からの再建で、モスクは3階建てとなり、売店、イスラム料理、レストラン、イマームの寮、教室、ムスリム墓地などが増設された。台中精神寺は台湾鉄道の台系駅から徒歩でアクセス可能である。将来的には台中メトロの南田室駅が 最寄り駅となる予定である。ありがとうございます。